年前のダイナマイトの、はい、お父さんが万能をして、はい、感動の応援のシーンがありましたけど、はい、今日また久しぶりにリングでお会いしますね。すごい久しぶりなんで、はい、結構私も緊張してるんですけど、はい、まあ、最後の試合なので、はい、本当怪我とかだけはしないでくれればいいなと思います、はい、やっぱりリング上で見るお父さんと、はい、普段のお父さん違いますか？違いますね、はい、やっぱり試合前とかもそうなんですけど、はい、やっぱりユニフォームしてたりとか、やっぱり近づけない感じが私でもあるんですけど、うん、はい、もう普段は本当にもう面白くて、はい、優しいお父さんなので、な全然違いますね。なるほど、やっぱり今日なんか試合前お話されました？はい、あの普通には喋ってます、はい、普段はですね、はい、レスクイートして活躍されますよね、はいはい、はい、今度、はい、はい、シングルデビュー、はい、3月30日に発売になり、それにも発売してます、はい、歌手としてデビューされることについて、はい、お父さん何かおっしゃったんですか？お前大丈夫かみたいな、パパからすると私もなんかろくでなしみたいな感じで、どうしようもないみたいな感じでいつも言われてるんで、お前にできんのみたいな感じで心配です、はい、あなたは結構こうパパに向けて、はい、ありがとうの気持ちとか、まあ、パパに限らず、はい、何人に対するありがとうの気持ち、教えるって聞いた時に、なんかあ、いいんじゃないかなって私もすごく思ったので、はい、まあ、頑張ってほしいなって気持ちの方が強いかもしれない、うん、最近結構友達感覚で、はい、なんだろう、女友達みたいな感じで結構お互いこういろんなこと何でもこう話してたりとかしてて、はい、お茶とか行くと普通に3時間とか気づいたら経ってるんですよ。いい親子関係ですね。なんですかね、なんか友達みたいな感じなんですごい楽しいんで、それができなくなるのは寂しいですね。お父さんにもいいね、はい、活躍してるので、はい、レポートもしたいですね、僕もしたいですから。そうですね、はい、頑張ってちょっと津田中まで届くぐらいに、ね、頑張りたいと思います。じゃあ頑張ってください。はい、頑張ります。